こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、潜水艦の性能はぐっと上がってきている。もちろん、日本の通常動力型潜水艦がリチウムイオン電池を採用してから、世界での潜水艦に対する計画が変わってきている状況だ。もちろん、米国原子力潜水艦の仕様も変わってきている。これは中国を睨んだもので、米国は台湾に潜水艦の技術提供にも踏み出す形となっている。無論、台湾総統も日本へ視察へ来ている。そう、流型潜水艦は通常動力型潜水艦では世界でトップとされる。今現在の総流型潜水艦東流と欧流の仕様ではなく、スターリングエンジンと鉛蓄電池の通常動力型潜水艦でも台湾としては欲しいところだ。静粛性でも世界トップとなる。米国には原子力潜水艦の技術しか今はなく、通常動力型潜水艦の技術は日本からの提供とも言われるほどだ。これはあくまで推測になる。日本としても台湾にはぜひとも建造できる潜水艦を作ってほしいところ。豪州が難航している潜水艦計画のようにはならないでほしい日本から。受注してはどうだろうか。これはここだけの話で。ちょっと話に出てきた。その豪州の潜水艦計画を少し現状で話していくとしよう。仏自体も原子力潜水艦の建造に戸惑っている状況で、原子力仕様を通常動力型潜水艦仕様へと変更できるのだろうか、疑問だ。2019年に進水し、2020年に引き渡し予定であると報じられたのが、フランス海軍のシュフラン級もしくはバラクーダ級とも呼ばれている。新型原子力潜水艦の一番艦となるシュフランだ。このシュフランは全長約99メートル。直径約 8.8 メートルで、水中の排水量が5300トンに及ぶ船体を持ち、現在就役中であるリュビ級攻撃型原子力潜水艦を代替する予定の潜水艦である。日本の海上自衛隊の最新鋭潜水艦、東流が全長約84メートル。水中排水量が約4200トンであることと比較すれば、若干大きなサイズではあるものの、極端に大型とまでは言えないサイズだろう。日本の海上自衛隊が配備する潜水艦と機能的に大きく異なっているのは、このシュフラン級は特殊任務に従事する要員専用の出入り口となるハッチを備えており、こうした部隊投入の運用が想定されている点だ。さて、前置きが長くなったが、このシュフラン級原子力潜水艦の機関部を原子力から通常動力に変更した。艦がブロック 1A と呼ばれ、2016年4月にオーストラリア海軍の新型潜水艦計画の採用を勝ち取ることになった艦だ。
オーストラリア海軍は、現行のコリンズ級潜水艦の代替艦として、同海軍でアタック級と呼称される新型潜水艦計画にこの、シュフラン級ブロック 1A を選択したわけだが、この計画が今、多くの批判にさらされている。まず、最も問題だと指摘されているのは、このアタック級つまり、シュフラン級ブロック 1A が、12隻の予定数で、当初約4兆3000億円とされた調達費用が、すでに約6兆円と、実に 40% 近い金額に高騰している点だ。単純計算上ですら、当初の計画でも、1隻あたり約3600億円に相当する。高額だったものが、現時点では、ついに1隻あたり約5000億円に達するまでに至ったという。およそ考えられないほどの高騰ぶりを見せている。そして、この調達価格の高騰の原因の一つともなっている建造計画自体の遅延も表面化してきており、当初の計画であった2022年からの建造開始はほぼ絶望的であり、すでに5から6年は遅れることが確実とみられる。今となっては、そもそも論とすら思えるが、フランス自体は、現在、シュフラン級を含め、原子力潜水艦の建造しか、実施しておらず、これを、通常動力型の機関に変更することには、想定を上回る工数が、必要となったようだ。また、オーストラリア政府が今回のこのアタック級の調達に際して、国内の雇用を前提とした自国内での建造を条件としていたことも計画が遅延している要素の一つと考えられ、建造に必要なインフラとノウハウの確保も課題と言える。加えて、現在のオーストラリア海軍が保有するアメリカ製の兵装やシステムへの対応をフランス製がベースである潜水艦に施す必要があり、こちらもそもそも想定されていた内容とはいえ、その手間と工程は容易にはクリアできないようだ。こうした点、特に兵装に類する問題点のハードルを下げる意味からも、アメリカ自体は入札時には日本の潜水艦を推奨していたとも言われているが、オーストラリア政府がシュフラン級ブロック 1A を選択した理由は、つまびらかではない。2020年3月には、オーストラリア海軍自体の報告文書の中で、先の調達価格の異常な高騰や、建造の遅延によって12隻すべての収益が30年以上先になることが、改めて指摘され、計画の見直しを示唆するものだと報じられた。この報告文書で、オーストラリア海軍は、現行のコリンズ級潜水艦を改修して、延命措置を施すこととし、その上で、再度のアタック級潜水艦の選定のやり直しを行うことを、提言している。今さら、これだけの国際的な大型プロジェクトがやり直せるのかと疑問にも、感じる部分ではあるが、
現実的か否かは別として、今の契約自体は約330億円の違約金を負担することで破棄することが可能な内容となっているようだ。すでに一隻あたりの費用が当初想定から約1400億円も増加していることを鑑みれば、この330億円を支払うことも一向に値するとは思われるが、その先にオーストラリアの要望に費用的にも合致した計画に修正できるかは未知数だろう。そもそもオーストラリアは現行であるコリンズ級潜水艦を6隻保有しているが、こちらはスウェーデン海軍の潜水艦がベースだが、静粛性が低く、さらに稼働そのものに難があり、満足な運用ができていなかった。そんな潜水艦6隻を数の上で一気に2倍にするアタック級の計画には、親中派のオーストラリアですら感じるほどの中国海軍の拡充への脅威が根底にあると感じられる。しかし、ただし、同じく四方を海に囲まれた日本の現状に照らしてみると、海上自衛隊の切り札として潜水艦を運用せざるを得ない立場と、進捗の怪しい潜水艦計画を進めてきた、その温度差を感じずにはいられない。